あんまりアートが何なのかとかそういうことを考え始めるとキリがないから普段はあんまり考えないんですけど、まあ、少なくとも僕にとっては自分が面白いと思っていることを検証するための作業っていうか、これ面白いだろうなと思ったことをやってみて、あ、やっぱり面白かった、あ、これ他の人面白いと思うのかなっていうのをずっとやってんのかなと思います。だからうーん、仕事でもあるけど趣味でもあるし、なんだろう、自分が知りたいなって思うことを見つけるためのきっかけを探すために永遠と続けているのが僕にとってのアートなのかなとは思います。まあ、僕は基本的にこれを伝えたいとかこれを分かってもらいたいとかっていうことがあってものを作り始めてるわけではないので、やっぱりね、自分にとって日々手を動かして頭を使って考えながら明日やることを探すためのものだったりもするし、まあ、この言い方が正しいかどうか分かんないですけど、壮大な暇つぶしっていうか、他にすることがないといえばすることがない、じゃあ自分が面白いかなと思うことを形にするには何をやったらいいんだろうっていうのを考える。あとはでもアートとは何なのかっていうのとはずれるかもしれないけど、やっぱり仕事でもあるっていうか、これをやることでお金を稼いでご飯を食べるっていう意味では仕事なのかなっていう部分もあるし、暇つぶしでもあるし、でもやっぱり自分が胸躍る瞬間っていうか、うわーこんなのできちゃったなって、これ何なんだろうっていうのを見つけるための作業っていうのが僕にとってのアートなのかなっていう気はします。